かっこいいパパのスーツ選び、卒業式入学式で恥をかかないスーツ選び。愛ちゃん、はいはい、私たち子供たちいますけど、はい、今度春に卒業と入学式を迎えますよね、はい、でそんな時にね、服装問題ですよ、大事なのは、で、まあ、今日はかっこいいパパって思われたいじゃないですか、やっぱりそんな時でも、はい、なので恥をかかないようなちょっとビシッとしたねセレモニー服ってどうやって選んだらいいのとかっていうことをねお伝えしていきたいと思います。そもそも冠婚葬祭用のスーツと入学式とか卒業式とか結婚式とかに参列する時に着るものってやっぱ違いますよね、うん、はい、持ってないから礼服をそういう時に着てもいいんですかってたまに聞かれる、はい、それはやめてください。あくまでも冠婚葬祭で着るものっていわゆる礼服ですよね、はい、それをセレモニーの入学卒業結婚式に着てしまうと浮きます。やっぱダメなんだだよね。浮きます。気持ちはわかるんですよね、着れるんじゃないかって一瞬よぎる。よぎる、よぎる、あ、よぎった、よぎったか。今はもう知ってるから全然違うって思うけど、何にも知らないまっさらな状態だといけるのかなって一瞬。入学式とか卒業式って、うん、お父さんはビジネススーツで OK なんですよ、はい、ビジネススーツで OK なんだけど、うん、主役は子供ですよね、はい、だからお父さんはやっぱ落ち着いたダーク系カラーのスーツを着てもらった方がいいと思う、はい、柄はもちろんあのシャドーストライプぐらいが一番使いやすいんじゃないかな、うん、あとは無地、うん、はい、うん、だから落ち着いた感じの濃いグレーか、はい、濃いネイビー、うん、のどちらかだったらまず間違いない。これは2ピースでも3ピースでもお好みでっていう感じなんだけど、うん、まあちょっと貫禄出したい方は3ピースが良いのではないでしょうか。ネクタイチーフでちょっと華やかな感じ、うん、ちょっと光沢のあるものを使ってもらうと華やかな感じが演出できると思いますのでおすすめです。はい、あとはちょっとね礼服浮くっていう話をしたんだけど、来賓の人って入学式とか行くと、うん、はい、来賓挨拶みたいな先生たちの横に来賓席があったりとかして、はい、そういう方たちって、まあ、清掃してるじゃないですか、はい、そういう方が黒のねフォーマルなものをお召しになられるのはいいんですけど、うん、来賓の方よりも格式が上になってしまうようなものを着てかない方がいい、はい、これは確実に浮きます、はい、なので正装ってイコール身だしなみなので、まあ、相手に対して失礼のないように、これは ほぼないと思うんだけど見てる人にね、うん、なんかその普段着で入学式に行っちゃう親御さんとかいないと思うんだけど、はい、でももしかすると土地柄でねなんかそういうのもあるかもしれないんだけど、はい、やっぱりその身だしを整えるっていうことって相手に対する敬意の表れだから、失礼のないように先生とかその他の父兄の方とか来賓の方とかに敬意を持ってスーツを着てください、はい、お母さんはねアンサンブルの上下を着たりとか、はい、ワンピースにジャケット羽織ったりとか、うん、もちろんスーツの方とかもいらっしゃると思うので、カビにならない程度の華やかな装いでよろしいかと思います。あとシャツのことも聞かれたね、シャツ何色着ていいですか、ね、はい、って、あの必ずしも白じゃなきゃいけないっていうことはないんですよ、こういう卒業式とか入学式の時にシャツはね白じゃなきゃいけないわけじゃないので、サックスブルーとかも選んでいただいて大丈夫です。ただちょっと柄がたくさん入ってるものとかは避けた方がいいかな、だからあのシャドーストライプとか、あとはヘリンボーンみたいな生地、折り柄の入ってるものだったら大丈夫。あと靴は紐のレザーシューズで、色はまあ黒かブラウンがいいと思います。ここのポイントだけ押さえておいてもらったらまず間違いないから、はい、なのでお持ちじゃない方はこの機会にねちょっと作っておいてもらうといいかも。今作ってもらったら確実に3月頭とかのね、はい、段階でお渡しができるから間に合います、ね、ます、うん、だからちょっとお早めにこの1月ぐらいの間にお越しいただくのがいいと思います。
はい、はい、というわけで今日はね、かっこいいパパのスーツの選び方ということで、卒業式とか入学式にパパダサいみたいな風にならないように、ちょっとまあマナーも守りつつ、こんなスーツがいいんじゃないですかっていうお話をさせていただきました。はい、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。